山猫とピアノ生活始まります。山猫とピアノ生活、皆さんこんにちは。ピアノエンターテイナーの山猫とこてつでございます。皆さんこんにちは、今日もですね、山猫とピアノ生活、はい、記念すべき第30回目となりました。おー、すごいですね。すごいことですね。30回も、はい、ね、たわいのない話でね、はい、あっという間ですね。小手さんのおかげで面白おかしく、いや、30回も続けることができました。ネタがいいんですよ、ネタがね。それだけね、タンバにはね、はい、ネタが豊富なんです。いやいや、もうタンバって面白い国ですね。国じゃない、面白い地域ですね、はい、まあそうなんでしょうね、うん、ずっといてるとね、当たり前になってますけども、うん、ね、山猫さんがやっぱり気づいてることをよく考えればほんまに面白いんですね。そう、面白い地域なんですよ、丹波って、はい、これをね、もっとね、はい、うん、全国的に全世界に発信していきましょう、はい、うん、ね、でコロナが終わったらいっぱい外国人にも来ていただいて、はい、ね、楽しい街にしていきましょう、はい、ということで今日は久しぶりに、我が家の音楽スタジオで収録させていただいてますね、うん、ます、もう暑いですね、はい、この季節、梅雨が明けたと思ったらぱったり雨が降らなくなって、やっぱり夏みたいですね。夏みたい、はい、ほんまに夏みたい。そうそう、はい、夏ってこうやったわいう感じでしたね、はい、で、しばらくですね、ワールドツアーだとか、うん、なんだかんだ言って丹波を離れておりましたが、そうですね、はい、今日からまた丹波ネタに戻ろうと思います。おっと、いいですね、はい、今日もね、朝からね、水まきしてたんですけど、はい、朝から大汗、ね。ね、まあ、水まいただけで汗出ますよね。何もせんでも出るような感じですからね。そう、でもあれでしょ、農作業されてる方って大体11時ぐらいまでは作業されるんですかね、うん、いや、どうなんでしょう。今ちょっと11時まですると、もう死にます。危ない、危険な生命の危機、はい、もうでも私大体水やりするの8時ぐらいなんですけど、それでももう汗だく、はい、そうですね、まあ、農家の皆さんもっとね、朝早うからね、はい、ちょっと日がね、明るくなってきたらもう出かけてらっしゃるんじゃないでしょうかね、うん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 、じゃあまあ8時ぐらいまでやったら大丈夫なのかな、はい、大丈夫でございます。でね、その今日私も思ってたんですけど、水やりをしながら、はい、うちの家っておかげさまでね、たくさん土があるので、うん、はい、あえて植木鉢とかを買わなくても埋めたいところに好きなものが植えられるような状態なんですよ、うんうん、はい、でもこの前ね、初めてこの家で植木鉢を買ったんです、うん、わざわざ買ったんです。ほうほう、うん、その話をね、今日はお話ししようかなと思います、はい、名付けてゴーヤ騒動。ほう、ゴーヤですよ、うん、小手さん、ゴーヤ植えてらっしゃいます？お家。いや、今はね、植えてませんけどね、作ったことはありますね。本当、はい、何目的？食べる目的？まあ、ちょっと日陰を作る目的でですね。やっぱりね、はい、カーテン目的ですよね、はい、そうですね。そうそう、で私別にね、何の狙いもなかったんですけど、うんうん、とある方からね、はい、種をいただいたんです。また種の話です。おーおーおー、はい、ゴーヤの種と、はい、朝顔の種と、はい、ヘチマか、ヘチマの種をいただいたんですよ、うんうんうん、でそれぞれにね、ドラマがあったんです。朝顔は朝顔のドラマ、うん、ヘチマはヘチマのドラマ、はい、ただね、公共の電波を使って言える顛末を迎えたのはゴーヤだけだったんです。うんうん、うん、ほいでね、うん、今日はね、ゴーヤのお話をさせていただこうかなと思います、はいはい、ゴーヤって苗売ってますね。前から苗売ってたから、もともと種から育ってる。最近ホームセンター行ったら、うん、どんなやつでもこのね、うん、植えてますよね、苗でね、はい、苗でね。そう、でもなんか私も子供の頃、種からゴーヤをなんか植えたような記憶が、そう、朝顔の苗すら今売ってるんですよね、うん、朝顔なんてのはそんなの小学校の時に種から育ててるから、うんうんうん、苗買うのもったいないやんとか思うんですけど、まあ、確かにね、種まいときは出ますからね。でもね、苗はやっぱ便利、はい、早いしね、強いし、ちゃんと育ってくれる、まあ、うねうん、というのもね、はい、うち種いただいて、ゴーヤを種いただいて、うん、まあ、全部種から育てたんですけど、はい、オクラの話をね、何週間前に私この山猫とピアノ生活の番組でさせてもらったときに、うん、種からはもうめちゃめちゃ時間がかかるし難しいという、確かにそうですね、ことを学びました、はい、うん、だからね、ゴーヤもこれ種からそんな難しそうやなと思って、うん、しっかりね、育てようとネットでしっかり調べて、はい、どうやったら発芽率が上がるのかなとか、何がいるのかなっていうのを調べてやったんです、うん、まあ、もういただき物の種ですからね、これは大切にして
報告したいじゃないですか、こんなに育ったよ言うて、はい、うん、ということでね、調べるとゴーヤ、あ、その時ゴーヤ何からしら、あの、育てました、種それとも苗、覚えてない、何やったかな、ちょっと忘れてまいりましたけど、ひょっとすると、うん、苗やったかもしれんな、そんなに、うん、あの、業産いりませんからね。あ、確かにそうですね、はい、でね、種はね、あれめっちゃ硬いんです、ゴーヤの種って。おー、だから水につける前に切っとかなあかんのです、うん、殻を、そんなことした記憶ない、じゃあ多分苗から育てはったんです ね。実はあれね、種をなんか爪切りでね、はい、端っこのとこプチって切ってあげて吸水性をアップさせてあげなきゃいけないんですって。それまた大層やないの、それね、大層です、はい、しやけどやっぱり報告したいんです、こんなに育ったよっていうこと、うんうん、だから頑張ってね、はい、10個種入ってたんですけど、うん、10個とも切って、はい、ほいでネットに書いてある通り2日ぐらいかな、水につけて、うん、でオクラの時に学びました、私その辺の土をあの、うん、ポットに入れて ね、はい、草ね、バイキンとか、まあ、草とかが生えてくるからその種まき用の土というのをちゃんと買ってきて、はい、それにワンポットにつき2個ずつ、だから5ポットの、ね、ゴーヤの苗を作ろうと思って、うんうん、はい、育ててたんですけど、うん、発芽したのは10個の種のうち、うん、さて何個でしょう、まあ、だいたい発芽しますよね、その年でしたら、9割方は本来は発芽するはずですけども、うん、そうそうそう、まあ、話のネタになっているぐらいやから、まあ、3割ぐらいですかね1個しか芽が出なかった、これはでも反対に言うとちょっと珍しいパターンですよね。いやちょっとね、私ね、なんて言ったら結構傷ついて、私ってそんなに才能ないのみたいな気分になってしまったんですよ、はい、そんな難しいもんでもないと思ってたんですけどね、いや普通難しいないですよね、はい、おいでね、わざわざお金かけてね、発芽用の土まで買ってきてね、一個って何よって、ほんまやね、ほんでね、私しつこいタイプなんで、いや、うん、この子がとりわけ早かったんかもしれないと思って、他の子はちょっと時間かかって後から出てくるんかなと思って、うん、1ヶ月ぐらい待ったんですけ ど、 なるほど、出なかったんですよね、うん、でその土をね片付けるときに、うん、種のまま全部出てきました、もう全然根っこすら出てなかった、えってことはもう全然芽も何も出て、全然何が悪かったのかちょっと分かんない、不思議ですね、あの水かけときは出そうな気がしますけど、ひどい、そんな言い方、1個しか出なかったからって、はい、傷ついてる人に対してそんなひどいこと、はい、でね、1個だけ出たから、うん、はい、はあ、もうこれは大切に育てなあかんと、もうこれを枯らすわけにはいかない、そういうことじゃない、1個しかないっていうか、これ報告できへん、えらいこっちゃね、これそう、うん、でもね、私の夢はね、はい、小鉄さんとしてカーテンを作ることやったんです、うん、ちょっと1個、さて1個でカーテンになりますか、寂しいですねはい、なりませんよね、もうレースのカーテンももうほとんどは目が荒すぎて向こう見えすぎですね、うん、そう、はい、もう一個じゃあかんと思って、これちょっと悔しかったんですけど、そっから苗を買いに行ったんです、うん、結局私ね、もともとゴーヤを植えるつもりなかったのに、種をいただいたことにより、はい、土を買って、結局苗まで買って、はい、なんかいろいろゴーヤにこう愛着を湧いてしまったような形になったんですよね、うん、はい、でもう一個苗を買ってきたんですけど、うちね、ちょっとまあ小手さん何回も来てもらってるから分かると思うんですけど、お家の周りは逆に土がなくてこの砂利なんですよ、うん、なるほど、だからゴーヤを直接植えられない、うんうん、ということは植木鉢を買ってこなか、うん、まあ、置いといてそこにね、そうだけどね、私これ、うん、自分の中のプライドやったんですけど、うん、こんなに土があるんやから植木鉢なんか置かんでもいいっていうプライドがあって、うん、いやあえて買ってないんです植木鉢みたいな、ちょっと変な私プライドがあったんですよ、うん、うち、え、そんな植木鉢なんかいりませんっていうね、うん、でも買わなしゃあなくなったんですよ、うん、でホームセンターに行って、でまたここでプライドがあってね、普通のプラスチックのやつやったら嫌って思ったんです、うん、おしゃれな木桶のやつ、はい、見たことあります、はいはい、なんかあれ置いてありますよね、いろんな種類の、ね、そうそう、ガーデニング向けのおしゃれなやつを、はい、うん、こうなんか自分のなんか変な矜持をね、はい、見せびらかすためにね、うん、それを買ってきて、はい、でっかめのやつだから普通のねプラスチックよりも約値段が10倍近くするんですよ、まあ、それはしますよね、そう、でそれを買ってきて、はい、でちゃんときれいな土を入れて、うん、2つその種から芽吹いたやつと、うん、苗を植えてここにカーテン作ろうと思って置いたんです、うん、はい、うん、でねプラスチックじゃなくて木の桶買ったって言いましたね、自慢げに、うん、だからこその問題がまた起きたんですよ、なんで、あの、ね、ですかね、ちょっと私ももうちょっと考えれば分かったんかもしれないんですけど、うん、
木の桶に土を入れて、土、はい、元肥えっていうんですかね、肥料をしっかり入れて、入れますよね、はい、水かけますね、はい、肥料かけた置いた後、水かけた後、カビ生えません、土の上に。いやー、そんなに生えた、あれね、埋め方が甘いと肥料のところからカビ生えてくるんですよ。多分いいカビやと思うんです、その栄養豊富やから、あの問題ないカビなんですけど、うん、それが、うん、木桶の横からカビが生えてきたんです。あ、木やから水をこうね、染み込むというかね。はあ、で多分肥料成分も多分気を伝って、うん、外側に出てきたかなんか知らんけど、外側に白いカビが一面について、なるほど。何これってめっちゃ汚い植木鉢になったんですよ。あら、そう、何なんだ、私、ちょっと予想外ですね。すごいね、お金のかけ方を間違ったんですよね。で、近所、ご近所さんにはね、なんでプラスチックにせんかったんやって、もうバカにされてね、はい、でも腹立つから、うん、はい、もうそのドロドロのね、カビだらけのまま置いてあるんですけど、うん、その磨いたってまた生えてくるでしょ。まあまあ、とらね、まあ、しゃあないわと思って、はい、そのまま育ててるんですけど、でね、窓の下に、うん、置いてカーテンを作ることを夢見て、うん、育て始めたんです、はい、で苗はね結構伸びてて、な、本葉が3枚から4枚ぐらいあって、うん、でまあ、軽い気持ちでね、まあ、苗買ったから縄じゃないや、網か、はい、網も買っとこうと思って、うん、カーテン用の、まあね、成長してどんどんね、背を伸ばして、そう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 、あれ100均で買えるのもご存知です、すごい安くて買えるから、はい、買ってきてて、で私ね、またこれ浅はかなんですけど、はい、地面になんかこのカン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 って釘かなんかでその網を固定して、うん、その窓の3みたいなところになんかカットかけといたらいけるかなと思ってたんです、うん、そしたらご近所さんがね、ちゃんと支柱を立てなあかん、はあ、その網だけあかん、まあ、あの網だけやとちょっとふわふわしすぎますからね、そうあかんでって言った、でもうちそんな柱にするような立派な棒ないんですよ、うん、そんな長い屋根の地面から屋根の上にの届くようなね、はい、どないすんのよって言ったら、そんなちゃんと支柱立てなあかんって言ったご近所さんがね、しっかりわしが作ったろ言って、おで長いの持ってないからわしもないからって、2本なんか短いのをつなげて、うん、でうちねちょっと丘状のところに家が建ってるもんで風が結構きついんです、はい、だから杭もちゃんと打ってくれはって、おで固定してくれて、まあ、完璧ですね、そうで上のね3のところに、はい、固定もしっかりしてくれてね、うん、だからね結局うちのご近所さんすごい厳しいんですけど、まあ、農園やってるから、まあ、そのプロですわね、はい、うん、だけどね言ったからには責任を持って、うん、奉仕の精神で全部やってくれる、うん、その杭もその棒も全部いただき物なんです、これおりよ持ってきてくれて、はい、設置までしてくれて、まあなんと立派なねゴーヤ用の棚がね、うん、できちゃったんですよ。おお、すごいですね。そうなんです、はい、で作ってもらったんですけどね、うん、まあまあそれでもねやっぱりね、はい、苗の方はまあもちろん早いですね、うん、種のやつはなかなかでね、はい、全然育ち方がね、うん、違ったんです。ほうほう、うん、でだからしばらくね全然ゴーヤが巻きついてくれなくて、うん、立派な支柱だけがなんかこう屋根のところにかかってるっていう、この下には何があるのかわからないみたいな状態でしばらくあって、今こんだけ熱くなってきましたね、うん、はい、未だにゴーヤはね窓に届いてないんですよ。いやまあこの後勢いがついてずっと上がるんじゃないですかね。本当だからもういつになったらカーテンになってくれるのかなと思ったら全然まだまだ暑いんです、ね、暑い時通り越してしまいますからね。そうそうそう、秋になってからカーテンになってもね、しやけど、はい、しやけどね、うん、小さい実は1個だけちゃんとついてるんですよ今。おー、可愛らしいのがね。そう、私ねゴーヤチャンプルー大好きで、うん、はい、今からねすごい楽しみにしてるんです、うん、まあ1個をね、はい、大事に育てないとダメですね。うん、ただねちょっとこれまたもう1個問題がありましてね、はい、聞いてもらえます、はい、あのねゴーヤって結構浅く広く根を張る植物なんですって。おだから一株につき結構大きな植木鉢が必要になるらしいんですね、うんうん、でうちその2個の苗をうん、まあ大きめなんですけど1個の植木鉢に2個を植えてしまってるから、うん、あんまり根張らへんかったら実ならへんのちゃうかなと思ってちょっと心配してるんですけどね。まあまあ大丈夫でしょう。本当、はい、いつも軽くそうやって言ってくれはります、はい、なんとかなるもんですわ。確かにね、はい、目的は実やなくてカーテンですからね、はい、そうそうそうやわ。
どれぐらい取れました、小手さんがあのゴーヤ植えた時。いやどれぐらい取れたやろ、あのよくね覚えてない、だいぶ前の話なんでね、うん、それでも5つぐらいはなってたんちゃうかな。すごい、ブツ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 したキュウリのちょっと大きめ。そうそうそう、ね、はい、このちょっと私のコミュニティはめちゃめちゃ狭いですけど、うん、はい、この丹波の私の知ってるコミュニティの中でゴーヤ好きな人結構いないんですよ。まあ、あの日常的にその栽培してないんでね、この辺では。あ、作ってるからよう食べる、はい、作ってないからあまり食べへんっていう考え方。そうそうそう、まあ、沖縄の方はね、まあ、そのよく作ってらっしゃるので、うん、普通食卓にね、うん、まあ、漬物みたいな感じでゴーヤチャンプル出てくるじゃないですか、うんうんうん、でこの辺ではあまり作ってらっしゃらないので、うん、日常の食卓にはあまり上がってらないですね。これね、でも丹波あるあるかもしれません、私今思ったんですけど、はい、私今までその大阪とか、うん、なら、まあ、新興住宅地に住んでたから、はい、作ってはる人の集団じゃなかったんですよ、うん、だからスーパーで買うから、はい、これあんま食べへんとかいうのがあんまりないんです。だけどこの辺、うん、の人たちって、はい、自分で作ってるからそれを食べるんですね。だから、まあ、自家消費ですね。なんか、あえてスーパーで変わったもん買って、はい、来て食べるってことはあまりなさらないわけですね。あんまりしませんね、うん、なるほどな。これまた一個私学びましたね、うん、はい、私ね、今までね人生で食べてきたものが、うん、丹波に来てから手に入らなくなったものがいっぱいあるんです。ほう、スーパーに売ってないっていうものが結構あるんですよ。あ、やっぱり売れへんから。そう、今そうだからかなと思いました。で、うんうん、今までね苦労したことなんかなかったんです、それらを買うのに、うんうん、でそれをね、その生ものじゃないものは通販でわざわざ買うとか、ちょっとお出かけした時に買いだめして帰ってくるとか、うん、そうしないとね、その丹波の数あるスーパー全部回っても、うん、手に入らないというものが結構あるんですよ。はあ、あんまりそれ考えたことなかったですね。そうだからね、うん、ただのこれ田舎やからないとかいう問題じゃないんでしょうね。もう根付いてないんですね、文化としてね。そうですわ、面白いですね、はい、各土地のその風習っていうの、それは売れてないもん置いててもしゃあないですもんね、スーパーさんもね。あ、はい、そうやったんやな、うん、理解しました。う、はい、うんうん、じゃあということでここいらで一曲、あ、お願いします、はい、行かせていただこうかなと思います、はい、はい、今日はですね暑いです、うん、せやけどなんかこれうち山近いから、てかも山の中やから、はい、それでも涼しい方やってね、小手さん言ってくれはりましたね。涼しいわこんなもん、もうね、本当？もうその道路まで出てみな、もう道路の上で倒れそうな感じですけど、ここへ来たらなんかシャキッとこうしますからこれね、山からこの冷気が降りてきてるようなね。降りてきてるんやね、はい、なんか私たちはねずっといるから分からへんのですけど、はい、やっぱ涼しいですね。涼しいです、うん、で、まあ、隣は竹林ですね、はい、で私竹をテーマに、うん、して書いた曲があるので、まあ、すんごい暑いし、聴いてくれてはる人も、もう暑い中作業してはる人もいるかもしれへんし、うん、お家で聴いてくれてる人もいるかもしれへんけど、はい、この曲を聴いてね、ちょっと涼しげになってもらいたいなと思って今日はこの曲をチョイスしました、はい、こけりこぶしという曲なんですけれども、これはまあ古い日本から古代から歌い継がれた民謡です。はい、なので多分それこそ縄文時代、弥生時代くらいから多分みんな歌ってたんかなって思うと、その古代のね日本の宴会ってどんなんやったんやろうって想像して、はい、こう収穫とかをね、うん、してみんなでそれを祝って、こう月夜にね縁になってちょっと真ん中で火燃やしたりとかして、うん、日本酒飲んでこうみんなで手とか拍手とかしながら、踊り得意な人は踊って、うん、歌得意な人は歌って、うん、そんなんやってたんやろうなって竹の近くでって思ったんです、うん、まあ、昔は本当にそれこそね自然を中心にね、うん、回ってましたからね、うん、やっぱりそういうものには感謝して、そうですね、ね、畏敬の念とかね、そういうのがあって、ね、はい、そういうのをこうやってたんやろなっていうのをこきりこぶしというのに込めて演奏した、編曲した曲があるので、うん、ぜひぜひ聴いてください。そういう昔の古代の日本の風景と、はい、あとそれから竹の音、ザザザザザザっていうのもね入ってるので、その辺をちょっと注目して聞いていただきたいなと思います、はい、山猫編曲でこきりこぶし。
ありがとうございました。山猫編曲でコキリコ節でした。涼しくなっていただけましたか？涼しゅうございますね。本当？はい。ありがとうございました。じゃあ涼しいネタとして、じゃあゴーヤといえばですね、はい、この辺の人ねあんま食べへんわ言って、うん、私だからご飯を作ってねぜひ皆さんに配り歩いてみたい、ゴーヤの布教活動をしたいと思ってんですけど、はい、うん、で、私が一番好きなのはねゴーヤスムージー。ゴーヤスムージー。これまたなんかこう涼しげなそう感じでございますね。ほんであのゴーヤの特有のちょっと苦みがあるような感じがなんかこう涼しいな感じをね誘いますね。そう、私ねこの夏になると朝必ずバナナ、リンゴ、小松菜、蜂蜜、豆乳を混ぜてミキサーで、はい、で飲むんですよ。お、うん、でこれスムージー作ってこう健康生活を送ってるんですけど、うん、そこにゴーヤを入れるとね、はい、もうその苦味がやっぱ爽やかなんです。うん、リンゴもバナナも甘ったるいでしょ、うんうん、ちょっとピリッとしたいですよね、うんうん、ゴーヤスムージー。あとはなんか小手さんこれ俺すっきゃでっていうご飯あります？いや僕はあのゴーヤチャンプルですね。ゴーヤチャンプル美味しいですよね、はい、私もゴーヤチャンプル作るんですけど、はい、小手漬けはゴーヤチャンプルの時に肉は何使います？うん、肉はいや豚じゃないでしょうかね。あ、豚か。じゃあ本格的にスパムを使ってるわけじゃないんですね、はい、あ、私も一回スパムのやつ食べてみたいな。スパム食べたことあります？いやあんまりないですね。あ、そもそもねゴーヤチャンプル自体がね、うん、あまりあの我が家の食卓にはうん、だって丹波の人ですからね。丹波の人ですからね、うんうんうん、本当そうですね。そう、うちも豚肉なんですよ、うん、でゴーヤチャンプルがあったらご飯何杯でもいけちゃうからすっごい好きで食べてるんですけど、あとは何、漬物とかですかね。ゴーヤの漬物ね食べたことないですね。あ、本当ですか、うん、あのねなんかねキューちゃん漬けみたいな砂糖醤油で煮て作ったら結構美味しいですよ。おお、うん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 、まああの結局丹波の方ではあまり作ってらっしゃらないので、うん、あ、まあ、小さい時からあんまり食べ慣れてないので、うん、まあそんなこともあって、うん、主婦の皆さんも、うん、あんまり作られないんじゃないかなと思います、ね、確かにそうですね。スーパーでもね、うん、ゴーヤ売ってる一角がめっちゃ狭いんですよ私からすれば、うん、もっと売ってよと思うんですけど、まあ、売れへんのでしょうねこの辺は、まあんま食べはらへんな多分ね、うんうん、ほなねうちがねいっぱいできたらそのゴーヤを生でお渡しするよりは調理済みのものの方がいいいうことですね。まああのもちろんご近所の方もねそうやと思いますよ。そうそう、生でゴーヤもらっても、はい、こっからどないせっちゅうのいう感じになっちゃうわけですね。確かにそうですね、うんうんうん、分かった。じゃあなんか料理してお渡ししたいんですけど今のねあのちっちゃいゴーヤからはね、一つじゃないちょっとなかなか。そうなんですよ、ね、なんかどうにもならないでしょ。貴重な一品でございますからね。なるかな、頑張らなあかんわ。肥料かな。何が肥料ですかね。どうなんやろうね、肥料もやっぱりやりすぎてもあんまり良くないみたいやし。あ、そうか、はい、でカビ入るでしょうちの場合、そのあの木桶のあの植木鉢からカビ入るから、はい、あんまり肥料やってもね。うん、うん、まあ私がもし、ゴーヤのなんかねおやつとかを作って、おかずか、おかずを作って、うん、小手さんにお渡しできたら、あ、よう取れたんやなと、はい、私が一切その話をせんようになったら、あかんかってんなと思っておいてください。そうですね、もう、はい、触れんといてください。あの触れないでおきたいと思いますね。、はい、ゴーヤの、ね、カーテンができた時はもう自慢しますから、はい、その時を楽しみに待っててください。そうですね、ということで、はい、今日は丹波のゴーヤのお話をテーマに皆様にお付き合いいただきました。来週はですね本についてお話ししようと思います、はい、いやいやいや、これまた楽しみですね、私ねもともと本は好きやったんですけど、はい、丹波に来て読まなくなっちゃったんです。おお、それはなんで、まあ、いうことをね、これまた聞きたいですね。またね来週、はい、小手さんも本ねお好きやってたからね。あ、まあぼちぼちでね、うんうんうん、はい、じゃあまた本について語り合いましょう、はい、ということで本日もありがとうございました。来週も月曜日3時半山猫とピアノ生活でお待ちしております。バイバーイ。